おいは車で日本一周しながら地元佐賀県ば PR しよう人生。いよいよ本州上陸前、関門海峡の神道トンネルを通ってから下関に到着したばい。そいでまずは関門海峡下のメカリ神社で旅の安全祈願ばしてきました。そいで次なる目的地山口県は角島大橋、魅力に圧倒したばい。 CM の舞台にもなった全長 1780m の橋らしかっちゃんね。走行中の通行料無料なんて驚きよね。絶景ば求めていつもの自動車 CM を沸騰させる風景を堪能してきました。そいでぬっかった県が逃れて北上し秋吉道に到着。昔から作られた洞窟の美しさは目を見張るものをやったばい。何よりもねやっぱ涼しかった県感動した。そいで日本海に向かって連なる123基の赤い鳥居が待ってる元の隅神社行ってきました。鳥居の赤、海の青、大地の緑のコントラストが最高やったばい。まるで絵画の中にいるような感覚やったね。山口県近い道